大好きな大好きな気球。ファーブル昆虫機って知ってる？うん、有名人ですね。これ成虫までいけるんですよ、うん。どうも皆さんこんにちは、昆虫兄弟です。今日はカマキリが届いた、イエーイ。今日は ね、うん、あのね、あるカマキリ届いたんだけどね、うん、どういうカマキリかっていうと、うん、ニーニーの大好きな大好きなキチュー。キチュー、キチューっていうのはね、あのね、不思議な形をした、まあね、簡単に言うとサソリとか綺麗な昆虫、派手な昆虫、代表的なものを言うと、うん、ニセハナマオカマキリ、サソリ、クモね、あとダンゴムシとかワラジムシとかね、うん、まあそういうね、変な虫、ゲジゲみたいな。だから、まあね、虫が苦手な人からしたらなんか気持ち悪いって言っちゃうような見た目の虫。ゴキブリも気中に入るよ。ね、そんな虫を紹介します。でね、そのね、ものが入っているのがこちらです。このミステリーボックスの中にね、ある、その気中が入っています。気中がもうカマキリね、うん。ではね、早速開けていこうと思います。うん、レッツゴー。キチュー、はい、はい、ということでね、うん、もうね、段ボールから出しました。しました。では早速開けていこうと思います。はい。ね、もう開けようとは開けたんだけどね。オープン、オープン、オープン、オープン。はい、こちらがね、ライブ的なんですけど、これが円風サペンナータです。円風サペンナータ。ね、これね、なんかね、ちょっと違う名前で分かりやすく言うと、クシヒゲカマキリ。クシヒゲカマキリ。これね、知ってるみんな。ファーブル昆虫機って知ってる？ファーブル昆虫機って僕たちが一回動画に上げたあの、ファーブル館のやつね、うん、あ。あれに登場したカマキリです。登場したの、この子が。うん。有名人ですね。はい、ということでね、あんまり知られてないんですよ、でも。へぇ。どちらかというと、クシヒゲカマキリっていう名前より、エンプーサペンナータっていう方の名前で出回ってるようなカマキリです。へ、今回はね、これをね、2匹ね、家にお迎えすることにしました。すごく、かっこいいでしょ。かっこいいね。だいぶでかいですね、これ、修例なんですね。修例なんだ、もうこれで。だってもうね、これ、触覚とかね、この見た目が、かっこよくないですか、この足の感じ見てください。この足を見て、足をみんな足を見て、これヒレがついてるんですよ、これ植物みたいな。でちょっとトゲトゲしてるでしょ、中が。そしてね、何よりすごいのがこの触覚。やっぱりクシヒゲっていう名前がつくほど触覚がね、なんとね、うん、クシヒゲっていうね、名前がついてるくらいね、クシみたいになってる。ほら、太いでしょ。で、頭の形もおかしい、おかしいっていうかかっこいいでしょ。うん、あの、山眉の触覚みたいな感じだね。ね、そういうね、ちょっとね、模様も変わってるようなカマキリです。すごくない？でね、ここ、見て、長くない？この胴の部分。すごい長い。ここ。ほら、長すぎない？これは、どこに住んでる？これは南フランスの、プロバンシュール。デパン？オスメスセットで。これ修例ですよ、修例。だからもうあと1回脱皮したら成虫でしょ。そう。だから成虫で2匹とも成虫になったら交尾させて、増えたらやったー、やったーだね。こんなかっこいいカマキリが大量に来るなんてないですね。ね、っていう感じですね。こちらね、あのね、実はね、ちょっとハエが入ってます。これはね、うん、あの購入した、あのその僕たちが購入した人たちの、うん、あの優しさのハエです。優しさのハエですね。ね。ありがとうございます。
これね、あのハエを食べるみたいでね、毎日一匹あげると食べるみたいですね。あの釣りの白刺しの、うん、そのちっちゃいねハエのウジみたいなのを、うん、幼虫を捕獲って浮かさせて冷凍庫にちょっと入れて、うん、弱ったところで入れるといいです。もうねケースはねこの100均のねあの蝶々ネットあるじゃないですか、うん、あれでいけます。こんな感じで確かにこれ網目がね薄い。そうあこれね細かいからこれ成虫までいけるんですよ。ねよいしょ入って入ってはいじゃあね、うん、こんな感じでね成虫になるまでこんな感じですね。もうね大切に成虫まで少しでいこうと思いますね。じゃあ今日はここまで最後までごちそういたありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価してくださ してください。では次の動画までワンピースでしょう。せーのまたやったバイバーイバイバーイバイバーイしっかりやられたバイバーイ、バイバーイ。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。吹かないで。